谷風は大日本帝国海軍の駆逐艦で、豪風型駆逐艦の2番艦である。同盟艦に、影楼型駆逐艦の谷風があるため、こちらは谷風や谷風愛などと表記される。1916年5月12日製造軍令。1917年9月20日、舞鶴海軍交渉で起航。1918年7月20日午前10時35分。 浸水。1919年1月30日春行。1935年4月1日除籍。1940年4月1日、廃駆逐艦第19号と歌唱。呉及びその周辺で回転の練習戦。防波堤として使用。戦後解体。日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び官報に基づく。 日本駆逐艦市 1992P54 日本駆逐艦市 2012P62 では全長99.6メートルとなっている日本海軍艦船名コピアニッシも219221では平均喫水2.73メートルとなっている海軍造船技術概要月間 P1695 では直径2.683メートル ピッチ 3. 3メートルとなっている日本駆逐艦九百9 9 2 p 5 4の洋木欄では、高風をパーソンズ式、谷風をブラウンカーチス式としている。同書道ページの本文、日本駆逐艦紙 2012P62 では、2隻ともブラウンカーチス式としている。海軍造船技術概要上艦 P388 では、戦勝3機 今週一気としている海軍造船技術外要上艦 P388 では重油100トン、石炭300トンとなっている。ありがとうございます。